触ってみたいと思ってるのがやっぱ、まあ、リーグにいるキャラだよね。早い話が豪気ベガ江戸あたりちょっと触るだけでもね、やっぱね、だ時間決めてもいいんだよな。まあ一旦2時間ではな、賢人だな、二つ巻きから。まあ大体わかんだけどな、まあ道義だしな、今散々見てるしっていうね。なんかこう遊んでるだけでも、うん、こんなだよな、こんなマジ似合わねえな、我ながら似合わねえな。なるほど、行くか、そろぼち行くか。対空が出るかっていうね。さあこのマッチアップ、確かにカラーね、展開に注目していきたい。コウさんスパチありがとう、頑張って。さあファーストラウンド注目していきましょう。コウさんと対戦だもんな。そう見るか。これ何やんだ、習ってるやつ出たな。さすいや安い、うわー合ってた、あーなっ飛びにかいくだった。あっ言うとかよ、これ波動に溺れたら死んだうわっ、現地何やんの今の、サッカーにするか。昔入ってたね、あれで。あー、なんとかするなんとかする、つわに合わない次はどうする、整える、うわ惜しい、やめて、あらワンミスでこうなっちゃうな。これプラチナスタートとかちょっと寒いよな。やってねー、めくり攻撃をしのいでいる。これはつかめず、この距離は飛び道具をしちゃう。さあ、ダウンから、いやさすがだけ出た。そして、試合が進むぞ。プレイヤー2、ここは一斉を死んでほしい、知らない、ダーシャがないじゃねえだろ。何を狙っている、うわバレた、投げていった、おいしそう、おいちょ待って、プラチナ強いんだけど、ちゃんとコンボしてくる、これあかんな、これはこれ嫌な予感するな。おい、だからバーンとしてるのにあんた、コウさんスパチャありがとう、いやおっしゃ
めちゃくちゃ嬉しい、基本コンボ決めんの。めちゃくちゃ嬉しいだ今の。ようやったな。当たり前だけどさ、もう自分でやる。やべえ、ザンギフだ。どちらが勝つか、意地とプライドがかかった一戦。生出しをもろ。ちょクエストちょうだい。さあまずは弾を打って。ザンギ戦わかるよ、相手弾ねえからな。早いよ。お互いに被弾は少ないけど、ガードを取って。飛びをガードして。ここかな。はあ、何があるのこれ。ここは飛びの腕の牽制。圧力をかけていく。長い技に邪魔する。はい。最大の死の危険がある。それゆえに技が難しい。マイダイパーか。うまく位置を入れ替えた。うわっ。よし、ザンギ戦はなんか安心して動けるかもしれん。やばい、やばい、やめて。うおお3回で死んだ。うおお、ダリッ。チャッハハハ。あ、やばい、クソクソ、忘れた忘れた忘れた。あれ、全然削んないんだよね。本当に削んなかったな。あの、叩きつける跡が減るから大勝利で削った方が良かった。わかんねえ、OD シャッカーか。 OD シャッカー SA2 とかだね。もうでもだいぶだいぶ馴染んできたんじゃないか。え、俺9試合やったんだっけ。ハード硬い、ラッシュするか。ハード硬い、浮いて。スカのおすすめ、スカのおすすめです。おお、マジか今の。終わる。 SKT さん、サブスクありがとう。聞いただろ。入れ込んだ。どうにでも体力さ、逆転の煽り出しをどう描く。これはドライブ。ワンフレ、ワンフレ。このルートしか行けない俺。ダメージ計算、ゲージ管理バッチリ。セラピューパン、マイダイパンで。Wi-Fi でいいんじゃない？全然。ダイヤ。話せないギリギリの試合だ。ダイヤいくつ？ダイヤ5なんだこれで。マジか。そうなんだな。わかんね。いい、行っちゃうからね。まあ習ってないからあそこは。まさまさ上がるもんだね。3時間5億差っちった。こんなもんか。いやこいつやっぱね、動きが速いやつやっぱおもれえな、そのアクションゲームとしては。